私の得意技は、背負い投げと小内刈り2つになります。まず背負い投げの方は、小さい頃に、教わっていた先生がまず背負い投げを教えてくださって、その頃から、始めた当初が、小学校の2年生7歳の頃から始めていますので、それからずっと、練習してきた技です。で、練習方法としては、一人でまず練習する、単独練習ですね。一人打ち込みを、たくさんして、背負い投げの型というのを、覚えてきました。小内刈りの方は、学生時代に背負い投げを得意としていたんですが、なかなか、背負い投げが効かなくなってきてしまって、その際に、背負い投げと見せての、小内刈り、背負い投げは相手を前に投げる技なんですけど、小内刈りは相手を後ろに投げる技になってくるので、その前後の、技を覚えようということで、小内刈りを、たくさん、研究して自分なりの技というのを完成させていきました。たくさんの技がある中で、自分なりのそれこそ得意技というのを、磨き上げることができる。で、これは、本当に決まった形はなくて、たくさん時間と、研究を重ねた上で、自分のオリジナルな技を作ることができるというところに、とても魅力を感じています。今回ご紹介した得意技の、背負い投げ小内刈りですが、実際にはまだまだ、研究できる部分がたくさんあるのではないかというふうに、自分自身でも思っていますし、決まった形はないと思っていますので、いろんな、対戦相手だったり、いろんなタイプの選手に対して、かかる背負い投げ小内刈りっていうのをまだまだ研究していけたらなというふうに考えています。相四つの相手に対する小内刈りを説明します。まず釣り手で相手を前に引き出しながら、相手の両足を正対させるように、体を正対させるように持ってきます。これと同時に、右の引き手は相手の体側に押し付けるように下に、落とします。この際に手首は返して、相手の体側につけていくようにします。これを同時に行って、相手を正面に向かせるようにします。正面に向かせる際は、自分の手首を少しこう折り曲げながら自分の方に引きつけて、少しここにゆとりが出てきてると思うんですけど、このゆとりを今度は埋めるようにして手首を返して溝押しに持っていきます。この時に右の引き手も押し付けたまま、左手は相手の溝落ちを目指すと。そうすることで相手は少しこうくの字のような状態に、崩されます。この状態が理想です。次に相手を正面に向けたら、この右手は固定したまま自分の右足を継ぎます。この時に相手にしっかりつま先が正面を向くように継ぎます。この形を固定したまま、足を今度は相手のかかとのあたりを刈りに行きます。まず自分の、足はつま先を少しこう自分の方に寄せるようにして、足首を横に返すようにします。その返すところが相手のかかとに当たるようにします。ここで相手の、かかとをロックするようにします。刈る方向は相手のつま先の方向に、刈っていきます。刈
かるときに大事なことは、自分の腰は相手のお腹に目指して前に出していきます。これが腰が引ける状態になると、足を勝ったとしても相手に足を上げられてしまって、逃げられてしまうと。ですので、相手にロックして狩るときには、狩りながら自分の腰は前に出して相手を投げていきます。そうすることで最後に相手が離れずに、しっかり自分と密着した状態で最後まで決め切ることができます。相手の体を自分の正面に向けることが一番理想ですが、例えば相手がこういう完全に引き手を落としてくるような状況でいた場合に、釣り手をですね、落としてくるような状況でいた場合に、一度引いただけでは、一度体さばきしながら引いただけでは、なかなか相手が向いてきてくれない状況があります。そういう場合は、先ほどのこの釣り手を引く動作を細かく2回に分けながら、相手を誘うような形で動かします。そしてもう一つ大事なことは、引き手の方を相手はかなり、相手にとっては釣り手ですね、これが要の手でもあるので、これに対して少し押し付ける動作を、こちらもただ押し付けるだけじゃなくて、押し付けながらもう少し落としていくような、道着をずらす動作でもあるんですけど、相手の持っている手の部分を押し付けるように落とすっていうことを、することで、相手はこちらにも意識が、いくので、その分逆の釣り手は引き出しやすくなると。ですので両手をうまく使いながら相手をなるべく正面向けるように持っていきます。こういう形になります。そして相手の上半身が私の方を向く、少しでも肩がこう動いて私の方を向く状況であれば、ここであれば引き手もコントロールできていますし、釣り手もここから溝落ちに入れ替えることができるので、このまま小内刈りに入っていく、こういったことも活用しています。相手が喧嘩四つの場合の小内刈りを説明します。まず、小内刈りの入り方は基本的に相四つの形と、一緒です。ただ、喧嘩四つの場合はまず入り方にポイントが一つ目あります。まず相手が、釣り手を持ちに来るのに対して、私は釣り手を持つときに手首を返しながら、手首を返すと肘が上がって、相手が持つときにここに持たせないように、自分のリーチをこう伸ばしていくような形で持ちに行きます。そうすることで相手が持ちにくくしています。この時に相手が持ちに来る手を払い下、逆の右側の手で払いながら、自分は相手の正面に入っていきます。釣り手を持たせないように手首を返して握りながら相手の手を払います。これと同時に横に移動します。2つ目のポイントとして、払って相手に対して、正面を向く。この時に右足は
相手に対して先ほどの小内刈りと一緒でなるべく相手の方を向くようにします。ただ実戦になると横を向いたりっていうこともありますが、相手の返してくることだけ気をつけてください。払いながらなるべく相手の方を向きながら一歩で右足を踏み込んでいきます。こっちの右足に体重を移して、そして左足で今度は相手の左足を借りに行くと。この2点がポイントになります。相手が腰を引いている場合の喧嘩四つの背負い投げを説明します。まず組み合って相手が腰を引いてきた場合、ここでいきなり背負い投げに入るのではなく、相手は後ろに下がりながら腰を引いているので小外で相手を後ろに下げるような形で一度牽制します。これは小外で投げるというよりも一度相手を後ろにバランスを崩すというような形で、足を入れていきます。そして、ここにできた空間に自分の体を回して飛び込んでいきます。この時に、私が一番大事にしているポイントがあります。それは、この左足を軸に、背筋と股関節の伸展を使って一気に相手を前に崩しながら、自分は体の軸を正した状態で回転して相手を崩してきて、そこで背中で受け止める。この空間にこの股関節の伸展と背筋を、背中の背筋ですね、背筋を使って一気に相手を前に崩しながら、自分は体を回転させて相手の股下に体を作っていきます。そして、相手の体を崩して自分が入るとき、このときに、膝をつかずに自分の体を保ったまま相手を崩してきて、相手の脇の下に自分の釣り手が入って、ここで相手をもう少し前に崩すような形をとります。一番理想とする形は引き手を前に、釣り手は相手の脇下に入れて相手を前に引き出す。そして自分の背中は丸まんないこと、しっかり背中を正して前に相手を引き出します。あとはお尻を上げるというような動作になります。この時に相手がもしグッと耐えた場合は自分が前に膝をつく場合もあります。しかしこの時に体が、この腰がふっと折れないように自分の姿勢は正したまま、ここで相手をもう一つ前に崩していきながら、前に回していきます。
相四つの相手に対する背負い投げを説明します。まず、組んだ時に相手と半身の状態になるので、先ほど小内刈りで、お話しした、相手を正面に向かせる、方法をします。釣り手は手首を立てながら相手を前に引き出します。同時に、引き手は下に押し込むような形で、相手の体側につけていく。これを同時にやると相手が正面を向きます。少し反対からやると、ここの手首が前に引き出す。でこの時に1回だけではなくて1回2回3回と細かく手首を使っていきます。それと同時に引き手は下に押し込んでいく。相手が前に相手が反応をあまりせずそのまま前に来る場合は、背負い投げを選択するんですけども、この時に相手があまり前に来ないで後ろに重心がある場合は先ほどの、小内刈りを選択します。相手が反応をあまりせずついてきた場合はこのまま次にここの空間を利用して背負い投げに入っていきます。これは、喧嘩四つの時の背負い投げと同様で、喧嘩四つの時も相手の足を下げてここに空間を作ってそこに飛び込むというような形でしたが、相四つの場合も相手を引き出してきて、喧嘩四つの時よりは若干間合いがこの空間が小さいんですけども、少し空間ができれば、例えばこういう状態は空間がない状態ですけども、このぐらい空間が空いていれば十分自分の体を回して飛び込む場所ができます。ですので相手を持ってきて正面に持ってきて、ここから先ほど喧嘩四つの背負い投げと同様なんですが、左足の軸とこの軸から股関節を伸展させることと、引き手は開きながら背筋を使って相手を前に引き出してここに飛び込んで、背負い投げに入ります。喧嘩四つの背負い投げと、その後の型は、同様です。背負い投げの練習方法を説明します。まず畳を1畳分使います。畳の線にかかとを合わせて、ここから膝を少し曲げて相手と組んでいる状態を作ります。そして膝をぐっと溜めてから後ろに大きく足を伸ばして畳1畳分を目指して後ろに飛んでまた背負い投げの形に戻ると、こういったことをします。まず膝をしっかり曲げてここにタメを作って後ろに足を大きく回すときに股関節の伸展、そして
背筋を意識しながら真後ろに飛びます。なるべく大きく後ろに飛ぶためには最初のこの伸展がとても大事です。そして飛んだらまた背負い投げのポジションにしっかり着地を心がけます。そして次もう一度飛びます。これが飛んだ時に体が崩れてしまっていると次の背負い投げに行くポジションが作れません。ですのでしっかり着地した時に体を自分で整えることが重要です。この練習を続けることでまずは股関節の伸展と足の伸び上がる脚力が非常に鍛えられます。そして私の背負い投げのポイントとしていますこの背筋を使うこと、背中の筋力をしっかり意識することができるようになります。さらにはポジションをしっかり作る、ここで着地するっていうことをすることで背負い投げのフォームをしっかり正しく作れるように体の筋力をつけていきます。私は柔道を通してこれまでたくさんのことを学んできました。皆さんも柔道を通して例えば、諦めない心や相手に立ち向かっていく勇気、そして相手を敬うこと、こういったことを心がけて柔道を通して人のためになる、そういう気持ちを持ってこれからも頑張っていきましょう。